その後に、他のバンドからベースを弾いてくれないかと誘われてベースを弾き始めたんですけど、まだ僕がベースを弾く前に作った曲は一番最後に。があればもう死んでもいいやって本気でそう思って作った曲、死ぬ時ほんと間際にこの曲がみんなから流れるような、弱い人間だからさ誰かに手伝ってほしいんだよね。で、手伝ってくれたのが音楽で、やっぱり音楽で何かを誰かにあげたいと思って、最初にもらった音楽を誰かに、ずっとそうだと思うんだけど、多分今日いるバンドマンもそうだと思う。好きだからやってるんだと思う。好きじゃなきゃやってねえよ、続けらんねえよ。そんな大好きな音楽がずっとライブハウスで鳴り響くように、音楽が好きなあなた方がずっと音楽が好きでられるように、願いを込めて、祈りを込めて、最後に一曲やってバツンとかまして次につなげたいと思います。世界中の王様がどっか行ってしまっても